はい、英雄伝説ゼロの奇跡実況プレイパート23やっていきますと。ね、依頼で、なんだっけ、このカジノの景品をね、もらってきてほしいっていう、まあ、ミッシー関連のグッズをね、取ってきてほしいっていうことだったんですけども、まあ、前回結構、ポーカー楽しませていただきましてね。なんと、今メダルが5525枚あります。あれからね、結構遊びましたね。はい。で、まず今回はとりあえずこのミッシーぐるみをいただいていきたいと思います。そうですね。まあ、性能は別に高いわけじゃないんで、まあ、なんていうか、特別なんだろうね。装備品としては多分使わないとは思うんですけど、まあ、なんかね、これ関係の結構、なんかその交換とかそういうので使ったりすることがあるから、まあ今とりあえずメダルもいっぱいあるし、10個ぐらいもらっとこうかな。はい。まあね、ポーカーって結構ね、本作のなんか当てやすくて楽しいんでね、また時間見つけてちょこちょこ遊びたいと思います。というわけで、あとは宿酒場に戻って、そのね、アイテムを預けに行きましょう。どこだったっけ？東通りか。東通りの宿酒場。こちらねえな。こっちか。こっちだ、こっち、あっちだよ。オッケーオッケーオッケー。まあ、サブ関係なんでね。文章はいいでしょう。オッケー、一つクリア。何やったっけ？これも半端なんだよな。じゃあとりあえず早めにできそうなやつだと、じゃあ駅前通りに行きまして、クロスベル駅の、あ、でも中には入ったことなかったっけ。相変わらず立派な駅だな。ここに来るのは1ヶ月ぶりか。確か、駅の臨検館でいいのかな、さんが支援要請を出していたわね。ああ、早速訪ねてみよう。これもサブ関係なんで、会話は適当に流しますが。どうしたね。お、舐められてんな。はいはい。割とまともなミニゲームっぽいっすね。君たちに車両ごとに分担して、ちょっとね、注意点を。ああ、なるほどね。うん。確かにな。さてでは、うん、うん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 、なるほどね。
はいはい。よしよし。うん。この家族は大丈夫そうな気もするな。うん？うん。に座ってるお兄ちゃん。何？こいつは問題ないでしょ。これも大丈夫でしょ。こいつだけ何移動したの？景色見るために移動した？なるほどね。素人だと思って侮ったか。うん。いいね。おー。なるほどね。1日液晶ふん。まあ確かに人気は出そうですけど。さてこれでまた一つ消化。あとは手配魔獣関係かな。あ違う違う違う、裏通りのかな。はいはいはい。受けましょう。メゾンイメルダ。旧市街ね。はいはいはい。旧市街のアパート？あ、メゾンイメルダって書いてるね。なるほど。ゴリっぽいのか？ああ、いるね。片っ端倒せばいいんでしょ？入ってこれねえだろ。そこ穴開いてんじゃん。ごめんよ。さてと。オッケーバーカ。先生可能。始めましょう。チャンスです。皆さんお願いします。分かったわ。おう。
良いデータが取れました。ここでオブメイトのアイテム手に入ってるしね。さすがにないか。これあと1個必要なんですよね、魚肉。魚っぽい敵なかったからな。さすがにそれは先生可能大しすぎか。だよね、見てないもんね。分析を開始します。入手しました。よし、もう帰るか。任せろ。さてと、分析を開始します。入手しました。任せろ。よし、任せてくれ。私の番です。そこです。オッケー。敵集団撃破しました。あ、さすがに一回倒したところにはもう湧かないか。いるね。いるけど宝箱もあるね。よし、ストッ。オッケー。よし、上出来だ。賢いな。キャッ、キャッ。オッケー。よーし、一気に行くぞ。アイドルチャンスだ。よし、畳みかけるぞ。よし、上出来だ。よし、やったぞ。コブバフ技っぽいね。ん、スタックしてるあいつ。黙まねえな。まあ、初期値そこなのか。しょうがねえな。行くぞ、みんな。行きます。あれ、こいつ別個体だ。いてねえじゃん。分析を開始します。入手しました。そこだ。よし。ああ、いいね。ラフォルテのクラフト版だ。属性は一人何でも入んのか。特に地属性って感じね。まあ、ほつかうまでもねえか。こんだけ削れてたら。よし。さてと。ドライブ開始。あ、間に合わねえな。ま、パパやん。こんなもんかね。ロングバレル。これはだってそうだよね。なんかこれつけたとちょっと感触いっちゃうな。じゃあ気絶でいいかな。まあでもこうやって分けとけばとりあえずね。範囲攻撃ですよ、状態上とかで。どっちか片っぽは防げるから、対処しやすくなるでしょ。はいはい。あの隙間がそれが出てくるわな。いいかな。これ見落として、あの、ポイント下がるとか嫌だぞ。
ん？ああ、そういえば一番、やっぱあそこかな、一番奥の。あら。任せてくれ。え？また現れてんじゃん。あ。もうめんどくさいなぁ。わかった。よし。さあ、俺の番だな。任せてくれ。やりゃ。行くぜ。ぜ。任せてくれ。これが俺たちの力だ。わあ、まだ続くねー。普通にダンジョンや。宝箱とかもがっつりあるし。一気に行くぞ。アイサー任せてくれ。セイタ、俺の番だな。微妙になんか当てづらい位置にいるな。よっしゃ。よし。外すなよ。行くぞ。エディア。任せろ。ぜ。任せてくれ。外してる。任せて。行くぞ。これが俺たちの力だ。スプリンター。あ、いいね。移動力か。ロイドの方がちょっと移動力少ないんだな。やってんね。よっしゃ。これなんかないかな。待って、これとっとと終わらせるぞ。任せてくれ。不要に当てちゃったね。スタート。よっしゃ。またこいつら。そこだ。甘いってろ。やけど入ったのでっけ。俺の番だな。俺の番だな。よし、エディア。よっしゃ。任せてくっつや。まだまだいける。ファイバーコート。いいね。待って、ね、でっけー。まず、これ倒れたらまずいよね。エニグマ、駆動、任せろ。しっ。ああ、いいね。そっか、攻撃力高えもんな、お前。いいよ。みんな、俺の番だな。みんな、一気に行くぞ。よし。やっ。俺の番だな。そこだ。行くぞ。エニグマ、ストレ。よっしゃ。バトルスコ
よっしゃ、任せてくれ。みんな一気に行くぞ。よし、みんな一気に行くぞ。便利だ。行くぞ。やっ、俺の番だな。俺の番だな。そう、俺の番だな。はい、ここでコブ。一気に行くぞ。俺の番だな。パスマッシュ。よし、攻撃。行くぜ。パワースマッシュ。チャンスだ。よし、すごい。畳みかけるぞ。はっ。オッケー。これが俺たちの力だ。毒の刃。うん。なるほど。オッケー、オッケー。ふっ。まあ取りこぼしもないしな。一旦いいでしょう。こいつらいつか溶けてくれんのかね。あ、やべ、なんか動作がおかしい。出たよー。急になんかね、来るんだわ。はい、ちょっと一瞬操作がね、受け付けなくなったんですけども、なんとか治りました。そうだな。とりあえずこれで、あと2つかな、中途半端なの。あとマインツサンドの手配魔獣が、あったと思うんだけど、これはまあ多分向かえばいい話で、あとはこれだな、これをやっつけてしまいたいが、まあ多分、まあ、マインツサンドの方に行くしかないので、はい、一旦回復挟んでか。勝手にメニュー広がるな。なんだこれ、何これ、え、何これ、勝手にメニュー開く。